はい、こんにちは、こんばんは、キューベイです。信長の野望大使パワーアップキット、黒田官兵衛編長級でやっています。ではですね、とりあえず前回鍋島さんと、有馬さんですね、彼らを降伏させて、次は、立花さんか大友さんを、仲間にすると、で、とりあえずね、同盟組んでるんで8月まで、進めたいと思います。とりあえずね、内政で地盤を固めなくてはいけないと思うので、とりあえず進めていきましょう。討伐令がね、小西さんに出されてて、それに参加してないんですよね。で、この周りの連中がね、その討伐令に従ってるんでね、島津を名手とした討伐令にね、ちょっとこれはいただけないですね。あ、小西が、皆の力合わせよう。小西が割と勝ってますね。ああ、島津だ。これより登場を始める。やはり島津は強いですね。論議のポイントをもう上げていかないといけないでしょうね。これにて表情を終える。よし、これで提案上昇と、あと騎馬隊ですね。黒田隊は騎馬がね、必要になると思うんで。今回のいいところはあれですね、忠誠度が上がると、というかもう直進でもう結構長いこといる、なんか忠誠度の高い人間がプラスされるんですよね。これすごいいいことだと思いますね。まあ、もうとんでもない武将はもう本当とんでもなく強くなってしまうんですがね、今まで使えないなと思ってた武将までわりかし一律で忠誠度が高いとボーンと上がるんでね、そこはいい部分だと思いますね。お、立花さん頑張ってますね。範囲はもらっときましょう。ご命令を。ランジャタイもらっときましょうかね。これ持ってると忠誠度がね、兵糧2万、まあこんぐらいはね。このランジャタイ持ってると味方の忠誠度が上がるんでね。ご命令を。こことの同盟が5ヶ月で、こちらは少し延長しときましょう。かしこまりました。ちょっと立花さんが熊本城を取ったおかげでちょっと強いかな。ご命令を。そろそろ、足軽を少し入れていきましょうかね。かしこまりました。だいぶ金銭に余裕が出てきたので足軽を少し増やしたいと思います。では、立花さんと戦ってみたいと思います。の前に小西さんとは同盟組んどきましょうかね。
同盟がなってから戦うと。はい、でこれで、戦を仕掛けます。我が軍略お見せしよう。手を貸してやろう。少し強めの兵力でいきましょうかね。鉄砲隊はいらないですね。敵に撃って出てきてほしいので、そこまで兵士はいらないか。うん、このぐらいの差で十分ですかね。2万と1万5千で。ご命令を。撃って出てきましたね。二人とも対面はなしですね。お、2部隊。これはチャンスですね。はあはあ。では行きます。この部隊、まあとりあえず前進で、この部隊とこの部隊、でおそらくこれ銀千代さんじゃないですかね。ああ、いましたね。始めます。ご命令を。始めるぞ。足軽隊、前へ。ゲチよ、始めましょうか。で、覚悟せよ。始めるぞ。立花さんの舞台を囲み込むと。油断したようだ。足軽隊、前へ。始めるぞ。始めよう。情けはかけません。とんでもない状態になってますね。やりたい前へ。銀千代姉さんの舞台が1万もいるんですね。ひどいね。攻め立てましょう。始めるぞ。攻めるぞ。切り込め。隙を見せたな。一旦引こう。切り込め。敵が回想しましたね。覚悟せよ。情けはかけません。深く思ったか。あっという間でしたね。偵察与奪、すべて勝者の思うがままよ。これは熊本城が4000。うん。包囲戦してますね。あ、ごめんなさい。2系統で進んでるんで、ここはおおよそ、まあ4000もいればいいかなと。なので、部隊を返しましょう。こんだけいれば十分でしょう。できればこの段階で
熊本城に攻めていければいいんですがね。うん、これだけいればいいでしょうね。ではどんどん行きます。攻めるぞ。打って出てきましたね。やる気満々ですね。またこの体型か。今度は逆の立場ですね。おそらくこの右側の部隊が銀千代さんだと思うんでね。ご命令。始めましょうか。ご命令。来ましたね。ご命令をお覚悟願います。一筋縄ではいかねえか。では全体的に覚悟してもらおう。あ、こちらが銀千代さんでしたね。始めましょうか。こんなはずでは。情けは無用。敵は本陣切り込み。やりたい前へ。手を打ちましょう。あ、まあその前に倒せますね。これでお城一個取れましたね。勝たねば生きる道はなし。それが乱世よ。手段は選ばぬ。勝つためなら、はい、無事一個取れましたと。で次はこの南の部隊ですね。ではどんどん進めていきます。これより表情を始める。これにて表情を終える。家老の忠誠度をね、上げるという効果ですね。ゲチよ。過労になる人間っていうのは基本的に忠誠度が高いから意味あるのかな。ここちょっと謎ですね。その分だけ能力が上がるとかってんだったら面白いんですけどね。その余りの部分がねえ、大証券ですね。この城、もらい受ける。熊本城を落としましたと。で、立花さんを味方にしたということでね。次は大友さんですね。ゲチよ。うん、面白い配置で飛び地が
飛び地ができてますからね。これはチャンスですね。では今回はここまでにして、立花さんを味方にしたということで終わりたいと思います。次は大友さんですね。大友さんを倒すと、大友さんを倒すということで、やっていきたいと思います。では今日はここまでで、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた。